やあ、ようやく着いた。おい、帰ったぞ。寒っ。エアコン効きすぎじゃないか。いやエアコンをガンガンに効かせた部屋で飲むコーラは最高だね。なんかアニメでもあったよな、2人で寝てたかい。はい、最高です。あ、コーラのおかわりありますよ。ありがとう、キリエちゃん。いえいえ、師匠のお役に立てて嬉しいです。さて、次はポテトを食べようかな。あ、どうぞ、食べさせて差し上げます。キリエちゃんに食べさせてもらうポテトの味は別格だよ。ニヤニヤ声じゃん。なんか何をやってるんだこの二人さ。なんかあれだよね、ほんといい感じだよね。それではもう一つ。あ、ほら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 、のり塩は香りがいいね。かわいい。王様みたいにふんぞり返ってる丸にキリエちゃんが箸を使ってポテト。え、箸、あー、なんかいるよね、箸使って食べる人。俺はちょっとそれは使わないんだけど。こんなだら、ん？こんなだらけた生まれによく付き合っているよな、キリエちゃんは。さて、次は何をしようかな。漫画をお持ちしましょうか。うん、ゲームがあればもっと殿様ごっこを楽しめるのに。ただいま、困る。あ、おかえりお兄ちゃん。おかえりなさい。お邪魔してまず。困る、そろそろ夕飯なんだし、コーラとポテトはほどほどにな。もうそんな時間だったんだ。楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいますね。せっかくだし、今日はキリエちゃんも一緒にご飯食べていかない？あれ？この流れどっかで見たぞ。あ、いいね、キリエちゃん、ご飯一緒に食べようよ。師匠がそうおっしゃるなら。苦手なものって何かあるかな。よかったよかった、違う、同じルートをたどってるかと思ってた。特には。あ、そうだ、ピザ取ろうよ。あ、マジで。キリエちゃんがいるかって、またわがままを。キリエちゃんもピザ食べたいよね。そうですね。そうだ、キリエちゃんがいるときはピザ食べ放題というルールにしようよ。やべ、うまるちゃん大暴走。それは却下だ。なんで？栄養が偏るから、一つのものばかり食べちゃダメだって。トッピングを変えたらバリエーションは無限大だよ。ご飯だっておかずとの組み合わせは無限大だぞ。ピザ食べたい食べたい。こら、暴れるなって。キリエちゃんが見てるだろ。ごめんね、変なところで兄弟喧嘩して。いえ、うちもしょっちゅう喧嘩してますから。そうなの？お二人みたいに仲良くなんてないですし。あのバカ兄貴、いつもくだらないちょっかいを出してくるんです。ノックをしないで部屋に入ってくるし、上手に焼けたクッキーを勝手に食べるし。あったあった。もう今すぐ殴ってやりたい気分です。ボンバ、何をやってんだ。お兄ちゃん、ピザ頼んじゃうよ。あれ、なんかクッキー焼いてて、なんか珍しくクッキー焼いてんなみたいな感じで食ってたのってボンバだよね。あれ、違う匂いかな。いや、違くない。なんか甘やかしていいのかな。まあいいよね。わかった、今日だけだぞ。うふーい、ありがとうお兄ちゃん。というわけだから食べていってよ、キリエちゃん。はい。ねえねえ、今回キリエちゃんか。キリエちゃんはどれが食べたい？師匠にお任せします。数分後、大体30分後くらいかな。まあコーラも頼んでるだろうね。ごちそうさまでした。なんか食事中のキリちゃん元気か。え、なんで。大変気にしすぎな。いや、食べたね。おい、ほっぺたにケチャップがついてるぞ。どっち。こら、服で拭くな。別にいいじゃん、洗濯するんだし。それを洗濯するのは俺だろう。いいな。ん？何が？何でも言い合えるの、ちょっと羨ましいです。キリエちゃん。あ、すみません、あの、後片付け手伝いますね。キリエちゃんにはキリエちゃんの悩みがあるの。確かに、
なんかキリエちゃんそんな深い事情あったっけ。あんまお兄ちゃんが誰か分かんない状態ではあったけどね、アニメでは。あれ待って、ちょっと待って、終わりなんじゃねこれ。さて荷物はこんなもんかな。タグ、一人だけ荷物を運ばして、ウマルは何やってるんだ。あの、おはようございます。おはよう。今日は晴れてよかったね。師匠はまだ部屋ですか。ああ、あいつだったら。あ、おはようございます。遅くなってしまってすみませんでした。あ、今日海じゃん。海で、海行けた。まだ時間前だから大丈夫だよ。あの、ウマルちゃんは。ああ、あいつだったら。え、どうかしました。キリちゃんはコマルが誘って。そうなんだよね、それなんだよね、俺も気になってた。おいおい、あいつはこの状況どうするつもりなんだ。生まれだからちゃんと考えてると思うけど。日本晴れですわ。UMR が誘った人も来た。あ、シルビーさんももしかして。はい、生まれさんから海へのお誘いをいただきましたの。よかった、シルフィンちゃんは普通に生まれで誘ってみたいだな。こうしてお友達とお出かけするのは初めてですの。昨夜は明け方まで眠れませんでしたわ。じゃあほぼ徹夜。よく見ると目の下にクマができていますね。大丈夫？海まで時間がかかるから車の中で少し寝なよ。これくらい平気ですわ。海で何かあったら大変だからしっかり休んで。え、何今の。すげえ変な音。待ったか。あんなクラクションの音ねえよ。はあ、やっぱりそうじゃん、アニメ展開じゃねこれ。あれ、なんでキリエがいんの。あ、 OVA か。それはこっちのセリフなんだけど。あれ、俺の記憶がもうね、最近記憶力が悪くてね。なんでこうね、やっぱ年を取ると記憶力が低下するんだね。ああ、そっか。お前と太平の妹さんって友達だったよな。友達。違うのか。そういえばそこの関係ってどうなんだ。確かに、うん、だって困るだもんね、仲いいのは。やれやれ、いろいろと面倒の設定を作ってくれたもんだな。で、これで全員なのか。いや違うぞ。いや、妹が。これでボンバがびっくりするんだよな。お待たせ、みんなおはよう。本日はお誘いいただきありがとうございますですわ。なんかキリちゃんが俺らの反応を代弁してくれてるよね、これもう全て。海に行くの久しぶりだからすごくドキドキしちゃってるよ。私もだよ。昨日はなかなか眠れなくて大変だったんだ。ウマル、これで全員なのか。そう、コマルちゃんは多分来れない設定なんだよなこれ。うん、そうだよ。キレイちゃんが困惑してるじゃないか、どうするつもりなんだよ。ボンバさん、今日はよろしくお願いしますですわ。うわー、ボンバになりてえ。今ボンバになりてえと思った、一回だけ。アストロン使ってやがるこいつ。おい、運転大丈夫か。任せておけって。不安だ。あのお兄さん。あー、どうなのこれ。師匠は。キリエちゃん、今日はいっぱい楽しもうね。はい。あの、荷物はどこに入れれば。いや、じゃあトランクに。童貞かお前は。シルフィーさん、すごい量の荷物だね。何持ってきたの。みんなで遊べるものをたくさん持ってきましたの。いいじゃん、ビーチバレーね。エビナちゃんのバッグがパンパン。どうせ何が入ってるの。食い物だろ。車の中で食べようと思って。お菓子だ、楽しみだよ。ウマル、荷物はもうないな。うん、大丈夫だよ。それじゃあみんなの荷物をトランクに乗せたら行くか。ゆっくりでいいからね。ねえお兄ちゃん、テンション上がってるでしょ。なんでわかった。え、そうかもしれない。それならよかったよ。今日はいっぱいはしゃいじゃおうね、お兄ちゃん。俺そんなに浮かれて見えたかな。そういえば台風。え、どうした。例の企画、お本採用らしいじゃん。これで海外出張決定だな。あれ、大きな声で言うな。なんでだよ、
めでたいことじゃないか。どうなるんだろうこれ。まだ妹に言ってないんだよ。どうして。それはなんか都合の悪いことでもあるのか。ん、何が始まるんですの。大変、ちょっといいかしら。あ、はい、加納課長。例の企画、最終承認が降りたわ。え、本当ですか。まあ、私から見れば過去の大変の企画もその良さを客観的に判断できなかった上の連中がクソなだけなんだけどね。クソに気合入ってたよ。短いようで長いわよ。そうなんだよな。慣れない異国での生活は大変が考えてる以上に大変だと思うわ。俺はなんとかなると思うけど、ウマルは2週間も一人暮らしができるのか。だからね、会社に進言しようと思ってるの。私を太平の補佐につけて、明暗だと思うね。そうすれば一緒に行けるし。そうだ、会社から経費を削減するように言われてるの。そうだった、食費とかの心配もあるんだよな。生まれに大金渡して大丈夫なのか。ゲームとか衝動買いしなければいいんだけど。だからきっと同じ部屋で生活をすることになるわ。全然話聞いてねえもん。2週間も一つの部屋で生活、まるで新婚旅行みたいよね。生まれを2週間も一人に。ダメだ、どんなにポジティブに考えても不安の種でしか出てこない。まあそうだよな、カナウルートあっていいんじゃないこれね。なんでないんだ。なあボンバー、こっちにもいろいろ事情があってさ。妹の前で出張の話は控えてくれるか。悩みがあるなら相談に乗るぞ。ああ、その時は頼むよ。うん、任せとけ。今日だけは海外出張の話を忘れよう。なんかお海まではどれくらいかかるの。割とボンバーの頭がちっちゃかったのが笑える。意外とボリュームなかった。てかなんで隠れてんのキリエちゃん。シルフィーいなくね。シルフィー乗ってるこれ。あ、乗ってた。乗ってた。待って、指出したい。乗ってた、ほら生まれちゃんの右上。ナビは1時間半って言ってるな。結構かかるんだね。途中でパーキングエリアに寄る予定だし、実際はもう少しかかるんじゃないかな。パーキングエリアですの。どうしたの立花さん。その前に生まれさん、一つお願いが。どうした。海に誘ってくれたということはもうお友達なのですから、名前で呼んでほしいですわ。いいの。いいも悪いも私からの提案ですわ。そうだね。じゃあシルフィンさん。なんだか背中がむずがゆいですわ。それでシルフィンさん、パーキングエリアがどうかしたの。そうでしたわ。日本のパーキングエリアは B 級グルメを豊富に扱っているとお兄様が言っていましたの。 B 級グルメ。ねえお兄ちゃん、そこでお昼を食べようよ。昼にはちょっと早いけど、腹ごしらえをする時間は取るつもりだよ。やった。やばい、エビナちゃんがご飯のことに食いついてくるのが可愛い。どうしたのエビナちゃん。うまるちゃん、お菓子食べない。食べたい。え、もう。私も食べたいですわ。キレちゃんはいるのこれ。いろいろ買ってきたんだ。どれを食べる。ではポテイトをいただきますわ。じゃあ俺タケノコの山脈で。いいな、私にもちょうだい。キレちゃんはどれがいい。私は余り物で結構なので。じゃあね、チョコレートをどうぞ。ありがとうございます。キリエちゃんがずっとこっちを見てるんだよな。ウマルは何も言ってないみたいだし、これは適当な言い訳を考えておいた方がいいかな。あの、お兄さんもよろしければ。ありがとう。モンバ、エビナちゃんがお菓子くれたぞ。何固まってんだよお前。どうしてボンバは女の子がいるとこうなるんだ。どうしたのウマルちゃん。うん、こうやってみんなで出かけるの楽しいなって思って。うん、そうだね、楽しいね。はい、楽しいですわ。私も楽しいです。こうやって自然に笑う丸を見るのって久しぶりだな。いろいろあったけど海に行くことを決めてよかった。ねえお兄ちゃん、海まだ。これって海に行かないルートもあるのか。まだ住宅街も抜けてないよ。その辺が気になるね。お、来た。あ、
何？おお。あ、水着じゃない。まだ水着じゃなかった。おい、走ったら危ないぞ。大変。海だぞ海。広いな。でっかいな。急にテンション上がってんなよお前。本場まではしゃいでどうするんだよ。水着の美女が見たいんだろお前は。そういう大変だって見上げてるじゃん。そうか。さて。やべ、BGM かっこいい。着替える前に場所をキープしないとな。じゃあ俺は荷物を下ろすか。あのすみません、手伝います。俺一人で大丈夫だから海で遊んでおいで。でもどうしたのエリナちゃん。荷物お兄さんが運んでくれるって。さすがお兄ちゃん、優しいね。でもそれは困りますわ。え、どうして。水着。あ、やっぱあるぞ。中ですから。来てる。ああ、そっか。じゃあまずは荷物を運んじゃおう。場所は。場所は今ボンバがキープに走ってるよ。どうした。いい場所が見つかったぞ。本当ですか、ボンバさん。ありがとうございます。いや、そうもございます。なんでこ、あのね、小丸ちゃんのは時はいいんだけど。どこ。ちょっと行ったところに木陰があったからレジャーシートを敷いておいた。行けばわかると思うぞ。わかった。みんな水着だけ持って着替えてきな。荷物は俺とボンバで運んでおくからさ。ですが大した量じゃないし大丈夫だよ。エリナちゃん、ここはお兄ちゃんに甘えちゃおう。ではお兄さんお願いします。キリエのは俺が運んでおくからな。いい、自分で運べるし。みんなが見てるからって恥ずかしがらなくていいんだぞ。別に恥ずかしがってなんてないし。ささ、キリエさん早く行きましょう。ですが。ほら、荷物を貸せって。ぐなどうしたんだよ。遠慮なんてしなくていいんだぞ。中を見たら怒るから。え、何。そう言われると見たくなるね。そうやってキリエちゃんを困らせるな。キリエちゃん、俺が持っていくから貸して。すみません、お願いします。キリエちゃん大変懐いてるよね、なんか。なんだよあいつ。そうなんだよ、大変には素直だな。そうなんだよ、他人だから断れなかったんだろ。なるほど、そういうことか。さあ、みんなが戻ってくる前に荷物を運び終えちゃおうぜ。